速報、リバプール遠藤航、クラブが新たな起用法の可能性、なんと CB 起用か。イングランド一部リバプールは、9月16日に敵地でのプレミアリーグ第5節でオルバーハンプトンと対戦する。今夏の移籍市場で大幅に中盤を刷新した中、新戦力の一人である日本代表 MF 遠藤航がチーム事情により最終ライン起用の可能性が浮上しているとリバプール専門メディアリバープールワールドが注目している。さすがに正気ではない選択肢だと思うが狂気とは言い切れないほどリバプールのチーム状態が悪すぎる。10人、CB これで批判される遠藤かわいそうすぎじゃね。頼むから11人揃った状態でアンカーさせてやってくれよ。さすがに遠藤が不憫すぎる。むちゃくちゃ言いよる。良いバックでの戦場なんてほとんどやったことないよね遠藤。遠藤の良さは単純な対人の強さじゃないんだよ。富安でさえ CB で使ってもらえないのに、むしろ富安取ろうぜ。マスケラーノになれってのか。